まあ、1点で、1点しか入らないゲームでもやはり勝ちにつなげてますんでね、はい、ですから本当にカープの状態っていうのはいいですし、まあ、チームも本当に盛り上がってきたなっていう、本当に昨日のようにチェコがきちっと締めるといういいムードは続いてますね。そうですね、やはり優勝するやはりその時のチームの、ね、勢いに似てますよね。さて1回の阪神の攻撃が始まりました。時には6回3分の1イニング4点を失ったんですけれども12勝目、そして対ジャイアンツは5連勝を飾っています。スベップさん、この山内なんですけども、この夏本当にこの2人の、ね、働きというのは大きいと思いますよね、はい、特に7月は3連勝、そして8月3日も勝ちましたので現在4連勝中。この山内とチェコがねしてくれてますんで、まあここまでねヤクルトとはやはり優勝を争える位置にいるっていうのは本当にこの2人の働きというのは大きいですよね。音がいいところに守っていました。まず先頭バッター和田を野村がライト線痛烈な打球を放ちました。ツーベースヒットで出塁しています。ノーアウトランナー二塁、野村を置いてバッターボックス長打を迎えているという場面です。田別さん、昨日は3安打のカープだったんですけれども、やはりこのところ打撃は走塁をね、やはり普通のランナーでしたらワンヒットで終わるんですけど、はい、やはりここを二塁打にしたっていうことは野村のねやはり足っていうのがやはり速いなと思いますよね。今の野村の打球も非常に打球が速かったですから、タイミング的にはどうかなと思ったんですけど、やはり思い切りの良さでセーブになりましたよね。やはりこのあたり機動力というのは、まあ、走塁の数とか数字に現れないところに出てくるんですね。まあチームの勢いそのものがね、はい、一人一人に出てますんでね、ですからこの、まあ、今3ボールですが、この3ボールは野村のツーベースが生んだものと、まあそれと立ち上がりですからね、はい、まだコントロールも定まってませんし、まあ、この1以降です。藤田監督代行もバッティングいろんな面で自分の色をこの阪神タイガースにつけ始めている時期ではあります。さてこの先制のチャンス、ここでも高めに箱いった場面で出てくると、これピッチャーの立場からしていかがですか。ゲッツー狙いをしたいところなんですけども、はい、なかなか低めのボール好きですけども、なかなかゲッツーっていうのは打ってくれませんのでね、チャンスだからと音は話していました。やはりこういった音ですとか金本、それから、今尾形、赤井といったところが熾烈な外野の争いを展開しているというのも随分力になってますね。で、やはりね今年前田が故障しまして、はい、まあ、先日メディーナがね骨折してしまう、もうゲーム出してくれますんで、はい、選手はやはりゲームに出て、出れるということがやはり第一条件ですから、まあ、そういう意味では本当にみんないいライバル同士ですし、争いが、ながら、やってると思いますね。そうですね。ピッチャーの矢部、去年は9勝を挙げました。5勝目を挙げたんですが、その後は7連敗中。真正面だ。ダブルプレーにはなりません。